本当のことしか言わない。ねえ、息を吐くように嘘をつく男嫌なの私。嘘じゃないよ、本当に眉毛綺麗。どう思う？本当に綺麗。おばはんと豚とか言われてる。それはリスナーさん。俺はもう違う、眉毛はいい女、うん、間違いない。汚いってね、やめてもこれ。ねえ、ひどくない？可愛いね。ねえ、ひどくレスラーとか言われたねえ、パールこらー、やだ、私そんな言われるためにレスラーじゃないぞ。名古屋まで来たんじゃないのに、うん、え、どこから来たの？東京だって。私、あ、そうだ、めっちゃ遠いとこ、すみません。つばにゃん家の近くよ、私。やだ、もう引き払ったとこね、うん、なんだっけ、あの、足立区ね。足立区か。あれ、ここから入っていいの？あー、入れる。行っちゃう。行っていい？ほんまに？うん、行っても。行っていい、うん、一緒に行く？一緒に行く。あ、そういう意味ね。え、何？どういう ずっと行くをね、強調してたから、あ、そういう意味かっていう。ナビごめんね、ナビ不足です。赤い、あれやな、食料品どこやろな、うん、あんまりなんか、あ、分かるよ、すぐ、もうすぐそこ。あっち、こっち、うん、こっち、こっち。え、もう材料買ってすぐ作るの？いや、どっちでもいいよ。パルが作れるとき作るよ、うん、一緒に作ろう。一緒に作る、うん、で、覚えてあげたらいいじゃん、うん、ゼロワンにさ、1個でも2個でもさ。そうだ、じゃあ簡単にできるやつしよう。指示して。うん、指示得意。得意そう、 S っぽいんだ。いや、そんなことない。本当？うん、首とか締められてもいいけ。ド M じゃん。いや、じゃあ S にも M にもなれんやと思う。いや、いいね、そういう女の子一番いいと思う。臨機応変できるから、やっぱいい女だ。あれ何やったっけ、なんか得意なタイ。俺、うん、あれなんか昨日言ってたやつ、ロールスロイス。あ、ロールスロイスってどうやんの？それはもう実践あるのみだから。やだ、ロールスロイスだよ、本当にあるからね、技で。そうなの？ロールスロイス、何なの、ロールスロイス。わかんない、誰が作ったんだ。どういうこと？ロールスロイス、カメラある？あった。ああ、すごい、運転わかる。乗ってたん、これ、うん、あ、わかるんだ、じゃあこれ。じゃあ、マイコ、これ配信さ、撮ってもらっていい？ちょっと待って、開けるから。何を？いや、自分で開けれんねんけど。自分で開けれんねんけど。開けてくれ、ありがとう。これ撮るの？うん、撮って。なんでそんな優しいの？24歳。はい、いいよ。じゃ、お腹、え、お腹、ちょっと3取って。違う、何出てる、お腹出てる、うん、いや違う、出てる、これ出てないよ、恥ずかしいよ。あマジで、あ、ね、あ、やわじゃないよ、優しい、まやこ、やわじゃない。じゃあ、行くか、うん。マイコ身長低いから好きだ、低い子がいい。でもエルマルちゃんってさ、大きいんやな。大きい、166。 あ、泣いちゃう、もう泣いちゃうから。ちっちゃい人かなと思ってたら案外大きいね。あ、俺、あ、エルマルちゃんね、でかいよ。もうちょっと大きくなかったっけ、よく言われる。あったら結構思ってたの違いますね。いや、ほら、ツバニャンといる時に会った時は、あ、ごめんなさい、すごいすごい、もうやめて、すごい、ツバニャンもずっと俺のことディスってるから。そうな、頭おかしくなりそう。私もディスられてんの。そう、なんで、あの、ほら、うん、あれ知らない、もういろいろかわいそう。そう、あの人悪口ばっかりね、うん、自分の放送でね、他人の配信の名前出さなきゃダメだから ね、やだやだ。ただいま日本語県では9月21日から、なんかデートみたいですね。なんで敬語やめて、デートみたい。あ、見て、何これ、めっちゃ大きいで、ね、うん、かるなしの、今手をつなぎそうになった俺が。間違えた。豚汁すんにやったら大根いるし、え、もうじゃあ勢力がつくやつがいいです。なんで、うなぎとかそういう感じの方がいいのかな、元気出るし。うなぎ、うん、うなぎ食べるの？うなぎなんか私、あの、うなぎ系がいいですね。その、うなぎじゃなくて、なんか勢力がつく、活力。
元気が出る。元気が出るよ。元気が出る。スタミナ丼とかそういう。スタミナ丼？でお肉炒めてとか。うん。そんなんがいいの？え、でもさ、男の人ばっかりやったらそんなんめっちゃ食べるやん。うん。お野菜食べへんけどね。ただお野菜いっぱいの方がいいかな。そう。あ。美味しそう。はい、取って。あ、そっか。あ、触っちゃった。いいですか？はい、ありがとうございます。皮ごと食べれるんですか？皮ごと食べれる。種もないですのでね。サッと洗うだけ。おいしい。あ、よかったです。うん。最後なんでセクシーな子でした？おもろい、うん、おもろかった。何すんのほんま。じゃあ豚汁、まあ、初め決めてたウインナーと卵焼きと豚汁作りましょう。マジで？そう、飲み込めてんのよ。ゼラマンだけはちょっとお粥にして。誰が豚汁食べたかった？誰も言ってないですよ。え？誰も。じゃあもう決めたものにしましょう。だからゼロワン食えるやつだったらドロドロ系ですね。もうドロドロ系で感じるもので。ドロドロ感じちゃうやつ。ドロドロ感じちゃうやつ。得意。なんかないですか？ドロドロ感じちゃう。ドロドロ感じちゃう。うまき、うまきがいい。うまきとかうなぎのやつ。とりあえずうなぎ、うなぎが誰か。うなぎ買う？うなぎを食べさせたい。いや、あの活力出るやつなんで。なんなん活力出るやつ。元気になるの。元気になるご飯。いや、もういい。あ、そうだ、ムニエルにしよっか。え、出てたやつだ。ある。んゼロワン、うん、LP、クリちゃん、ワンちゃんだけ。ムニエルでホイル焼きか言ってたやつ、それ食べたい。ね、じゃあお野菜、お野菜戻る、うん、お野菜まで取ろっか、ね、なんか言ってくれたら取りに行くよ。え一緒に行くよ。で、何かる、それ作ってあげる。ん、なんで、なんで。も重たいからさ。いいよ、やってあげるよ。いや、いいよ、マヨコだけ写しといて。なんでよ、ファルの枠でしょ、うん、マヨコだけ写しといて。なんで。なんで、やめてよ、カメラマンみたいになるじゃん。やだ、マヨコだけ写して。いいよ、マヨコだけ。なんで、いいじゃん。マヨコだけ貸して、貸して。いいよ、マヨコだけ。いいよ、マヨコだけ写りなよ。いいって、いいって。やめて。俺を箱の係。春の枠やん、あやこの枠。ちゃん、春が見たくてさ。うん、違うよ。まゆこが見たいんだよ。みんな待ってたから。いや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 、春ちゃんの枠じゃん。野菜なんすか？ん？野菜。野菜何が好き？野菜は。合いそうやったら入れよ。春の好きな野菜好き。アボカド。え？アボカド。アボカドは春の。アボカド好きなの？アボカド大好き。アボカドいつも何して食べんの？アボカドは醤油つけて、刺身で。それで食べる？うん。1個ね。あ、いい、いいやん。アボカドを食べるんだって。これからアボカド。待って、しめじ。しめじ。アボカド。しめじと。ごめんね。あ、間違った。間違った。何がごめんね。アボカド、アボカド、あったアボカド。アボカド取り。うん。これだ。ちょっとえのきもらおう。えのき少ないな、これ。2つするわ。アボカド。いや、全部カットとかあるじゃない。ムニエルは何かあります？うん、調味料的な。もうバターと、うん。バターはないです。バターは買ってください。舞茸食べれるわ。舞茸大好き。みんなもう休止なくやってくださいもん。
お皿はあるの。あ、そう、アルミ買わない。ちょっと待って、うん、あとね、アスパラ食べれる。あ、アスパラ大好きです。あ、ここや。そっか、細い方がいいね。こうやってさ、うん、なんかバターに合いそうやなと思う野菜をこうやって入れてあげて、うん、分かった、ね、バターに合いそうなものね。そう、あ、なんか自分、あ、これ入れたら美味しそうちゃうみたいな。そんなんでいいや。オッケー。なんだろう、こんなもん。みんなさ、あれ、ホイル焼きするとき、あとお野菜とか何入れる？私今買ったん、えのき、しめじ、まいたけ、アスパラ、あ、ほうれん草、玉ねぎ。え、ねえ、またデブって言われた。もうほんとやだ、もうほんとやだ。やめてよ。レモン、あ、レモン切り。ねえねえ、パル、レモン、また取ってくるよ。後ろから行く。うん、後ろから来て。パル、パル、レモン。レモン歌っていいの？うん、いいよ、うん、聞きたい。ああの辺、なんだっけ、わかんない、歌詞がわからない。あ、トマトも入れよう。あ、トマト、トマト大好きよ。あ、よっしゃ、酸味あったからね、うまかった。じゃあトマト入れよう、うん、じゃあレモン取るよ。レモンで、あ、すごい。あ、そうだね、うん、これやる、美味しそうじゃない。あ、いいね、なんか、ね、なんていうやつ、とっておき、うわ、ちょっと硬いけど絶対美味しいやん。ね、AV にタイトルになりそう、ね、ダブルデブって書いてる。え、どう、本当にもういいや、そやだもん、ね、パルさ、私がそういう風に言われて何も思わんの？いや、思う、ちょっと傷つく、ね、こらいいの、やめて。そ、や、よくなくない、ね、人のことそういう風に言いません。言って、ちゃんと、本当にダメだよ、こら、嫌な気分になる、やめてください、こら、ね、どんだけやった。うん、これレモンやん。あ、レモンだ。大丈夫？あー、もうごめんなさい。レモンって言ったやん。あー、もうごめん。あ、でっかいのある、でっかいの。これ。え？あ、違うわ、これ。なんだ？グレープフルーツやん。あー。レモンどれだろう？あ、まだ。ゼロワン食べれやんかな？あー、果物。あ、喉痛いかったら、うん、痛いな。あ、そっか。あの、なし向いたのな。え、いいの？むきむき？むくのも得意。むかして。もうね、昼間からごめんなさいね。いや、もうそれよりもレモン。そうだ、レモンだね。たぶんあっちや。あ、ほんとだ。違うよ。それなしや。なしか。なんとなく色で言ってるやろ。あれ、レモンあるかな？あっちにあるよ。そう。じゃあ、私うざがられてへん。大丈夫？いや、全然面白いって言われてるよ。まゆこさん面白いって。嘘やな、怖いわ。コメント欄見れへん。あのね、帰ったらまゆこさんの枠で料理配信やるから。あー、ほんとだ。これでいいや。いいね、うん、かわいいやつ撮って。リフレッシュね、かわいいやつ。かわいいやつ、うん、あー、私もうやだ。これかわいくない？あ、それいいかも。レモンって感じ、いい感じね、うん、こんなんなんかなんかバエさんみたい。まあ、ごつごつ。こっちほら綺麗だからね。見て。ん？うん。角度がいい。よし。どう？これするじゃん。うん。あ、豚キムする？豚キムもいいね。豚キムちゃ、豚キム、豚キムっていう。豚キム。絶対美味しい。やろうそれ。豚キムする？うん、マイク、風邪なの？え？風邪なの？違う、うつったあかんから、マスクしていったらって言われた。大丈夫？ごめんね、やっぱ帰って寝よう。寝ようよ。やだ、寝た方がいいよ。夫婦に見える？あ、でもやばない、15個さえ。いや、全然年とか関係ないっす。いや豚キムチとか豚バラか。いや、あの、あれ普通の細切れでいい。うん、え、ね、マヨネーズとかある？あ、マヨネーズない。マヨネーズ買おう。ごま油とかある？めっちゃいい人、マジで。
ごま油は R